五稜郭と戊辰戦争、新選組の関わりについて。五稜郭と戊辰戦争、新選組の関わりについては非常に重要な歴史的な絡み合いがあります。五稜郭は函館市に位置する要塞であり、戊辰戦争は北海道で行われた幕末の内戦です。新選組は当時の幕府軍の精鋭部隊であり、これらの要素が密接に結びついています。五稜郭は幕末の動乱期において函館を守るために築かれました。幕末には西洋の影響を受けた洋式要塞が日本各地に建設されましたが、五稜郭はその中でも特に優れた構築物であり、当時の最新技術が生かされていました。戊辰戦争は明治維新を迎える前の日本において旧幕府と新政府との対立が激化し、内戦状態になった紛争です。この戦争で五稜郭は幕府側の拠点として機能しました。幕府軍は新政府軍との激しい戦いを繰り広げ、五稜郭は要塞としてその地を守りましたが、最終的には新政府軍によって陥落しました。新選組は幕府軍の中でも特に優れたエリート集団であり、彼らは五稜郭に配置されました。新選組は幕府の存続をかけた戦いにおいて重要な役割を果たしました。彼らは戊辰戦争における戦闘や交渉など様々な任務を遂行し、五稜郭の防衛に力を尽くしましたが、結果的には敗北を喫しました。五稜郭と戊辰戦争、新選組の関わりは幕末の日本史において重要な出来事であり、その影響は現在でも函館市に残っています。五稜郭は現在歴史的な建造物として保存され、多くの観光客が訪れます。戊辰戦争と新選組に関する展示や記念碑もあり、幕末の歴史に興味を持つ人々にとって貴重な場